ジャン君。はい、ジャン君。おはよう。どうですか？今日はちょっとなんだかまとまりのない感じになりましたが、これも、一過程としてですね、少し前衛をしてみましたよ。野草みたいになっちゃったね。いいでしょ、これはこれで。さあ、そしてオーグリグ、ちょっと今ですね、YouTube の方の、新しい機能について、手を入れているところですけれども、YouTube が、自動的に、まあ前からあったんですけどね、動画の中にある日本語を、日本語としてこう書き起こしてくれる機能というのがどうやらついたようですね。ただ、今どのぐらいかな、 80% ぐらいはこう言葉として成立するようになったかな。でこれを、毎回こう修正すれば、ここに字幕が、もちろん左遷になってますけどね、今ね、すいませんって言ったのかな、左遷って言ったかな、そういうこと。え、今おっぱいって書いてあった？これやばいよ。ちょっと。左遷も、本当にされおっぱいをすっぽりカチン。なんだそれは。この状態だとですね、おかしいので、毎回、手直しをするっていうことになりますかね。で、字幕という形で日本語が、書かれていると、例えば英語圏の人たちは英語に変換してみることができるというふうになります。これを使うと海外の人にも見ていただけるのかなという期待が
あります。ただ海外の人に気づいていただける方法を考えないといけないですね。今まではもうどうせ見てくれないからと思っていましたが、これちょっと考えましょう。そして、この翻訳の問題ですけどね、喋っているクロケンの日本語がおかしい場合、英語化した時におかしなことになりますよね。で、字幕の方は、その言葉通りではなくて、ちょっとこうなんていうのかな、文法に沿った言い方に変えた方がいいかもしれないですね。その辺もちょっと慣れを必要としますが、また面白い機能が入ったということだけは確かですね。